にちは。革財布のお店ミックの太田です。今回はペコショルダーファスナー小銭入れ、薄くて小さくてとてもコンパクトな可愛い小銭入れを紹介したいと思います。サイズですが、縦 4.7 センチ、横 8.5 センチで、厚みですね、約 1.5 センチとなります。こんなコンパクトな小銭入れとなります。特徴はこのドラえもんのポケットのような可愛いデザイン、小さなメモ類などはここに入れてもらえるといいと思います。そして中ですが、とってもシンプル、このようになっておりまして、小銭が斜めに重なり合うので見た目より多く収納できると思います。小銭を20枚用意したので入れてみたいと思います。小銭を入れてみて、このような感じになります。ファスナーを閉めてもそれほど厚みが出ませんね。カラー展開が、キャメル、グリーン、ネイビー、この3色展開となります。で、革はですね、名前の通り、ショルダー革、牛の肩の部分の革を使っておりまして、オイルレザーになります。使い込むと、オイル感のあるしっとりしたツヤが出てくるのが特徴となります。今回ご紹介したのはペコショルダーファスナー小銭入れでした。商品の詳細は概要欄にリンクを貼っております。ご興味をお持ちいただけましたらぜひご覧ください。インスタグラムやツイッターなど SNS もやっておりますので、ぜひフォローしていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。